イレルモガルシア・ロペスは、スペイン・アルバセテ県、ラ・ロダ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス5勝、ダブルス3勝を挙げている。身長188センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。自己最高ランキングは、シングルス23位、ダブルス27位。2016年全米オープン男子ダブルス準優勝。 2010年上海マスターズベスト8。2014年モンテカルロマスターズベスト8。ガルシア・ロペスは7歳でテニスを始め、2002年にプロに転校。四大大会では2004年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場し、2回戦で第17シードのトミーロ・ブレドに4から6、6から3、5から7、4から6で敗れている。 2005年全豪オープン男子シングルスでは予選から勝ち上がり1回戦で当時世界ランキング5位のカルロスモヤを7から5、6から3、3から6、6から3で破る主君を挙げた。ウィンブルドンでは1回戦で第17シードのダビド・フェレールを6から3、6から2、7から6で破っている。2009年のオーストリアオープンでシングルスツアー初の決勝に進出し、 ジュリアン・ベネトを36、76、63で破り、ツアー初優勝を果たした。2010年のタイオープンでは準決勝で当時、世界ランキング1位のラファエル・ナダルを2から6、7から6、6から3で破り、初めて世界1位の選手に勝利した。決勝では、ヤルコニ・エミネンを64、36、64で破り、シングルスツアー2勝目を挙げた。上海マスターズでは、 当時7位のトマーシュベルディ派を7から6、6から3で破りベスト8に進出している。2013年2月のカナダとのデビスカップワールドグループ1回戦で初めてデビスカップスペイン代表として選ばれた。ミロシュラオニッチとのシングルスに出場したが3から6、4から6、2から6で破れチームも初戦で敗退した。二千十四年四月のハサン二世グランプリでは決勝で マルセル・グラノリエルスを5-7、6-4、6-3で破り3年半ぶりのシングルス3勝目を挙げた。同年の全仏オープンでは1回戦で全豪オープン優勝者の第3シードスタニスラス・ワウリンカを6から4、5から7、6から2、6から0で破って勝ち進み4大大,大会で初めて4回戦に進出した。4回戦ではガエルモンフィスに0から6、2から6、 5から7で敗れた。2016年全米オープン男子ダブルスでは、パブロ・カレー・ニョブスタと組んで、準決勝で、全仏優勝ペアのフェルシアーノ・ロペス・マルク・ロペス組に勝利し、決勝進出。決勝で、ジェイミー・マリー、ブルーノ・ソアレス組に2から6、3から6で敗れ、準優勝。カレー・ニョブスタとは2017年、全豪オープン男子ダブルスでもベスト4進出を、果たしている。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。